同伴が、平定西域戦図より、和を近くの都市ランドにアティレは、フランス人のイエズス会宣教師、画家、ジュゼッペ・カスティリオーネらと共に、真の権竜帝の宮廷画家として活躍した。中国名は、王子星。ジュンアル帝国最後の君主ダワチの肖像、アティレは、ジュラケンドルで生まれ、ローマで絵を学んだ。その後はビニオンのイエズス会に入会した。カスティリオーネと、 同様、アティレも、被災ではなく、終始だった。中国にいる、フランス人宣教師が画家を求めていたため、それに応じて1737年頃北京に、入った。1760年、賢竜帝は、清史、巡ある戦争の勝利を主題にした16枚の、連作画を作らせた。賢竜帝はまたその絵を同版画にすることを決定し、 カスティリオーネ・アティレラ4人の西洋人に下絵を描かせ、フランスに送って同版画を作らせた。アティレは同版画の完成を見ることなく1768年に北京で没した。絵の他に1743年に延命絵に関する報告を書いている。フランスと中国の共同制作で背徳と貴婦人という映画が作られた。アティレによる 剣竜リの次皇后裏ならしの肖像画を主題にしている。ファン・ビン・ビンが裏ならしをメルヴィル・プポーがアキレを演じた。2015年に中国とフランスで同時上映予定と報道されていたが、2018年現在中国では上映されていない。フランスでは2017年12月20日に上映された。ありがとうございます。